大丈夫、痛くない痛くない。天馬くんからだ。撮影中だって言ってたのにわざわざライムくれたんだ。大丈夫だよ、かすり傷だから。よかった。うん、どこにあったの？僕も探したけど売り切ればっかりだったのに。おばあちゃんに売ってるお店教えてもらった。ムク頑張ってるから三角賞一緒に食べよう。ありがとうございます。ごめん、手が滑って落としちゃった。袋に入ってるから大丈夫。うん。クモ、稽古どうだ？頑張ってるよ。でも準主演ってさ、主演の時とは違う難しさがあるんだね。俺が不安になってる場合じゃないのにいろいろ考えちゃってさ、情けないっていうか。俺も任侠伝の時は準主演として左京さんを支えるつもりだったが、実際にはそんなかっこいいもんじゃなかった。ただ公演を通してそれまでより左京さんのことを理解できたような気がした。お前もお前のやり方でムクの隣に立ってやればいい。ムクもお前に似てるところがあるからきっとお前なら分かってやれる。うん、分かった。頑張れよ。ありがとう兄ちゃん。もう少し自由に動いてみてくれ。あ、はい。ジュンさん、レフ板を少し左に移動してくれるか。うっす。待った、メイクなんす。ま、このくらいでいいか。ちょっとムクの笑顔がぎこちない気もするが。すみません。いや、ムクらしくていいんじゃないか。次はムクとクモンでフライヤーに使うメインビジュアルを撮ろう。そこに二人で並んで。なるほど、乗馬姿か。いいかもな。あ、よろしくお願いします。ジュンさん、乗るときに手を。うっす。一人でも大丈夫だよ。大丈夫か。ごめん、
ありがとう、ジュウちゃん。ムク、これ小道具の夢の花。ありがと。ごめん、落としちゃって。ムク、もしかして、あ、手首腫れてる。少しだけだから、このくらいなんとも。一旦撮影は中止だ。大丈夫だよ、本当に何でもないんだ。撮影はまた別の日にしよう。ムク？待って、ムク！